さあ、前回のパートは再びアンジェに襲われたベル。でも内心アンジェに食べられるなら本望だと思っている。そんな彼の戦いがまた始まる。どういう展開で終わった？なんか本見られて、あー危なかったみたいな状態で終わったんか。どうすればよかったっけ？あー、もう一度手に取る。じゃあ次のパート手に、もう一度手に取りましょうかみたいな感じで終わったんだ。そうだったそうだった。隠れ川村に深く関わる吸血鬼について。隠れ川村に古くから吸血鬼伝説がある理由。それはカノ村、これ見たわ。これは、ね、同じ部分読みはな、やっぱ。で、こんな感じで、こう、前回のパートを見よった。うん、噛むことだったり、血を開けたり。血を開けるって結構手間かかるけど、そんなんがあるんじゃ。多分噛む方でアンジェが吸血になっておけん、ハーフなんだろうな、吸血、あ、アンジェは。ダンピールの話。あ、こっからあれ、アンジェ邪魔したけん、こっから読めてない感じだ。ダンピール。吸血鬼と人間の子として生まれた存在をそういう。あ、完全に産んだ感じでハーフになった感じやな。身体能力が人間よりも高い。彼らには吸血鬼とも人間とも違う特殊な能力がある。え？血が混ざったら新しい能力つくんじゃ、第三の能力的な感じが。ダンピール、そういう感じ？その能力とは吸血鬼察知。何かによって吸血鬼の元まで導かれているという。このため、ダンピールの子孫は大体、ヴァンパイアハンターの称号を受けることになっている。あ、だから、ってことはベルが、ダンピールなんじゃ。ベルもダンピールってことが。察知できとる？ベル察知できとる？わからんな。同じかな？同じっぽいな。ああ、ベル、ダンピール。ダンピールが何かって思っとったけど、そんな感じなんだ。察知能力があるんだ。吸血鬼を察知する能力。さあ、とりあえずやること終わったけん、寝ていけるのか、それともアンジェと話すのか、探索を続けなあかんのか。ん？どうした？あ、アンジェ、どうしたの？大丈夫？なんでもないわ。ただその、ちょっと、喉が、乾いて。吸血鬼が血を欲しがってるパターンのやつ？あ！まさか、そんな。アンジェは本当に。水をたくさん飲んでるのに、潤わなくて。そりゃ血じゃないと潤わないくらい知ってたんだよ。血を欲しがってる。血を持ってこなくちゃ。血を持ってくるってどっから？血？まだその世界に、行かなあかんのか。じゃあここじゃないわ。違う、違う。誰の血をさ、吸血鬼は誰の血でもいいのか、それとも人間じゃないとダメなのか、アンジの好みなのか、人間の血って甘いのか。あー、戻っちゃった。ちゃう。え、まさかベル家に戻って父親の血奪いに行くとか、苦労して奪いに行くとか、そういう話じゃないだろうな。やめろベル、血を欲しがっとったのは分かるけど、家戻ってきちゃったや。もう、明田様にやばい感じで家に戻ってきちゃったやん。人探してるんじゃないか、俺。オルゴールとか見てる暇はないわ。いや、前回の食料の時みたいにさ、あ、あった血だみたいな感じになる。なんだろう。なんで血保管してるのってなるもん。そりゃあ、あれ？また誰もいない。僕が侵入したってバレてなかったのか。まあしょうがないか、必要なものだけ取って帰ろう。食べ物とそれと。取って帰ろうで取って帰れるようなもんじゃないぞ、血は。病院じゃないんだからな。あ、家畜の血抜くんか。抜くじゃないなこれ。したいこと持っていくのか。したいことか。アンジェ、これを見て、死体だよ。じゃあ、血を吸ってね。アンジェに見せてどう思うよ。あ、なに、ベル何持ってきてるの？あ、血の匂いが、いただきます、みたいな感じになるんじゃ。はぁ、足りないのかー。ヤギじゃ足りないのかー。え？
あ、食べ物。あ、そうそうそう。あ、びっくりした。まだ誰かを殺すんかなと思ってしまったじゃないか。そうだ、食料も取って帰ろうって言おったんだ。わそった。やばい方向に妄想が膨らんでいった。あーや、血は足りとったんや。まだ足りないなって今食料の話だったんだ。あー、怖っ。もうちょっとネガティブな方向に妄想が膨らんでいく気がする。ごめんな、ヤギ。でもこの世界は食うか食われるかの話なんだ。ごめんな、ヤギ。弱肉強食だ。多分一番食物連鎖の上を行ってもアンジな気がするけどな。だってベルもいつか超えそうな感じだ。そんな立場におるもん。よっしゃ、とりあえずアンジェのところに行かなあかんけど、アンジェどこ行った？下の方か。あ！これ吸血鬼の本？あ、ベル探してきたのよ。どこにいたの？なんでこんな BGM 流せるんだ、この全然緊張感のない感じの BGM を。僕もアンジェのことを探してたんだ。アンジェ、食べ物を持ってきたよ。そろそろ食事しようよ。そうね、私もお腹が空いていた頃よ。それじゃあそうしましょうか。あ、それ来たー、吸血鬼タイム。イエス。何事もなかったよ。食事終わらせるんじゃないわ。ヤギー。まあいいか。お腹はいっぱいだし、喉も潤った気がしていい気分だわ。アンジェは何も知らない。自分が成したことをな。ベル、そりゃそうなるわ。そんな顔になるわ、そりゃ。俺が現実でそんな体験したらそうなるわな。同じ感じになるわ。やっぱりアンジェは。本当にもう疑いようがない 100% 黒です。ああ、ヤギなくなっとるわ。案の定ヤギなくなっとるわ。これもしかしてあんじゃ血だけ吸うだけじゃなくてもう肉も食ってしまったじゃないだろうな。そんな気がしてならないアイテム欄。あ、アンジェじーな、何よ。ああ、なんでもないんだ。ただ、アンジェ、たまには違う服も着たら？もしくはエプロンだけでも買えるとか。気づきにくいと、アンジェのエプロン、帰り違う。マジで？俺も気づかなかったけど、まあ赤いけんな。アンジェ、それでも自分のことに気づいてないじゃん。あら、帰り違う。まあ、いっか。違う。アンジェはそんなキャラじゃないぞ。自分の服に怪獣がちんとって、あ、まあ、いっかでは大家さんタイプじゃ。うるさいわね。しょうがないじゃない。出られないんだから。水浴びはしているんだから、マシでしょ。水浴びどこでしてんの？そんな視線なかったやろ。てか、水浴びしてるところ裸になってんの？え？ってことは、その水浴びの中間に行けば、アンジェの裸見えるの？わーお！シンシア、アンジェ、気づいてなかったのかな。気づいてないと、いいな。水浴びってもしかして、今シンシアって言うだけなんかなと思うだけで、水浴びってシンシアの血浴びとるってことじゃないねん。そんな気がしてきたよ、今。シンシアの名前出てくるのがちょっと不自然かなと思ったら、そういうことじゃないの。アンジェ。それよりさ、アンジェが先読みよった本なんなの？え、これ読みよったじゃない。え、大丈夫な？あ、寝れる。セーブしとこ。とりあえずセーブで、寝よう。木曜か、明日。お？なんだか、眠れないや。そりゃ家畜のヤギがぐちゃってなれたもんな。そりゃ眠れるわけなかろう。自分が買ってきよったもんやけんな。世話したんか知らんけど、ベルが世話したことはあるんか知らんけどさ。あ、暗いな。何？え？え、暗っ。あ、アンジェ寝とるわ。うわ、こいつ、俺の
俺の大金を知らずにあんなにぐっすり寝やがって許せん。でもしゃあないわ。とりあえずアンジェに話しかけるんかな、調べる感じかな。アンジェ、君はこれさ、左側に寄っとんでさ、もしかしてシンシアがここにおるってことなんかな。なんだかんだでアンジェシンシアをベッドに連れ込んどんかこれ。そういうことなんかな、これ左端に寄っとんで。あ、何、シンシア出てきた時の BGM かこれ。ごめんなさい、ごめんなさい、私のせいでシンシアみんな、え、自覚あるん、みんなをやってしまったって自覚。アンジェごめんなさい、ごめんなさい、どうか私を吸血鬼やりながらちょっと自我あったんやな。アンジェのバカ、いつもいつもこうだ。辛いことがあると目の前では平気な顔してこうやって一人で泣いてるんだ。全部知ってるんだからな。例えばギャンブルで負けて落ち込んだ時とか、掛け野球で負けた時とか、バドミントンの選手がギャンブルしてたっていう、ギャンブルしてたってだけでとっちめられてることや、そういうのを知って全部泣いてるんだよな。ギャンブルばっかの話じゃないか。本当は泣き虫のくせにみんなや僕の前では強がって誰にも涙を見せようとしないんだ。昔からそうだ。あの時だってそうだったじゃないか、強がりアンジェ。僕は君のそういうところが大嫌いだよ。でも何より一番嫌いなのは、ところでこのベッド横に入って大丈夫かな、気遣いかないかな。寝るか。はあ、余計に眠れなくなったな。そうなんかい。おっと、来た、ショタベルの時間。お、お菓子の家。アンジェと同じ幻想が見える感じになってる。そして部屋がワープしてる感じになってるやん。こんなめんどくさい感じ。あ、シンシア、シンシアー、シンシアー。そしてもう家の外に出て、出るんか正解なんか知らんけど出よう。この先にはなんもない。なんもないやないか。こっちか。あ、あったあった、いつも通りのやつ。この道しるべはどこに続いているんだろう。どうしてかわからないけど交差点に進まなきゃいけない気がする。アンジちゃんは、アンジを探さなきゃ。きっと一人で泣いてるから。今度はなんだ。ああ、最初の150発は稼ぎもしなかった。でも300発を超えたあたりから少しずつ当たるようになった。500発を過ぎると当たらないことの方が少なくなった。手に火傷の傷が増えるたび自分に言って聞かせた。大丈夫、僕はもう昔とは違うんだって。アンジュの両親が死んでから猛練習しようやな。今ならきっと。そんな時にシンシアが殺された。理由はよくわからない。シンシアは村人たちが勝手な事情で作ったわけのわからない風習によって殺された。吸血鬼じゃないんかい。おそらくアンジェにとって一番残酷な方法で。風習って何よ。
今ならシンシアとだって仲直りできるかもしれないって、そう思った瞬間にシンシアは僕の前からいなくなってしまった。大人たちがベルからいろんなものを奪っていくような感じがする。その頃から僕は村人たちに疑問を持つようになった。どうしてアンジュが殺されなきゃいけないんだよ。それでも村人の手によって、あ、これ見たことあるかな。あ、待てようなところだろうね、やっぱり。何かあるんじゃん、村の方に、大人たちに。これも見たかな。何があるんだろう、これ。こんな村滅びちまえ。ならいいさ、そっちのその気なら僕にだって考えがある。そういう感じで村に歯向かったって感じな。父さん、昨日のことだけど考えを改めたんだ。僕が悪かったよ。それで安住の処刑はいつ行われるの。村人側を言ったとしておきながら、実は安住側だよみたいな感じの作戦だ。そうか、処刑の日は来月の初め、準備ができ次第だ。詳しくは会議で説明する。うん、わかったよ。来月の初め、準備ができ次第か。じゃあそれまでにって思った感じだな。シンシア、村の大人たちに殺されたんじゃ。だって僕は強くなりたい。村に何があるん。サースデー、そんな感じで僕を迎えたけど、まだ謎がだいぶ残っとるし、まだ後からどんどんあの謎が増えてるような感じがするし、陰気な嘘だな。知らんがな。そんなこと言われても知らんがな。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。あわよくばこれ上に行った時にまた呼びかけのさ、アンジェボードと活動第3回がないことを祈っております。仕上げ。ベル、そりゃあ眠れんよな。幼馴染の女の子がヤギに噛みついて血を吸うとか、そういう光景見たらそりゃあ眠れんわ、ホラーやわ。そんな後にもかかわらず、シンシェはアンジュの隣で寝る。恋は盲目だな。